AFP イコール時事、サッカー日本代表の森安はじめ、はじめ森安監督は19日、アジアカップ、2023AFC アジアンカップ、グループ D のイラク戦でまさかの黒星を喫した後、21歳の若き茎鈴木彩哉や,や、ザイオン鈴木について、この痛い思いから立ち直れるとの期待を示した。 写真、ゴールを許す武き鈴木綾つや、他前2枚、大会前の優勝候補に挙げられていた日本は、初戦のベトナム戦に続いてまたしても不安定なプレーを露呈し、前半にイラクのアイメンフセイン、アイメンフセイン、に2本のヘディングシュートからゴールを許した。 これが代表6キャップ目の鈴木は、1点目の場面では中途半端なパンチングからフセインに直接ゴールを許した。日本はベトナム戦で4-2の逆転勝利を収めたが、鈴木はこの試合でも前半に2ゴールを奪われていた。織ス監督は鈴木について、2失点のゲームが続いたものの、経験が浅い中でパーフェクトにできる武器はいないとして、 経験を持ってより良い選手になっていく、と話した。また、彼にとってもチームにとっても痛い思いはするかもしれないですが、可能な限りチャレンジしてもらえばと思います、と続けた。昨夏にベルギー一部リーグのシントトロイデン、シントトライデン、した鈴木は、全所属先である J リーグ一部、J1 の浦和レッドダイヤモンズ、浦和レッドダイヤモンド、 では、ベンチで大半の時間を過ごした。織安監督は今回の代表メンバーで武器の選択肢が限られており、2番手の前川大也、大也前川は代表1キャップで、3番手の野沢大志ブランドン、大志ブランドン野沢は代表ではまだ一度もプレイしていない。2022年の W 杯カタール大会、2022ワールドカップ、 で日本代表の守護神を務めたゴンダ周一、周一ゴンダはメンバー外となっている。